僕ね、音を聞かせてもらったんですけども、ファンキーっていう一言ですかね。まあどちらかとあれいいんですか、アースとかですかね。そうですね、全部ネタバレてるんで、ね、ここに行ってもですね、何あのベースはラリー・グラハムとか好きなのとかね、あとギターは何ジョージ・ベンソンとか好きなんですかとか、全部バレてるんで、キーボードは何あのハービー・ハンコックが好きなのかなみたいな。でもかなりしっかりとメンバー間で趣味が把握しきってるっていうか、こう似たところなんですかね、そこら辺の。そうですね、うん、でも似てるんですけど、結構ねみんなわかんないんですよ。彼なんかはヘビメタとかも好きだし、まあね、そうかと思ったら、ね、もフレンチポップスとかやってるし、カントリーもやるフレンチポップフレンチポップですこの腕の太さでこのランスにもこういう方だってたくさんいますよ、もちろん。なんかね、私も初めて来た時舌ベロ噛んでたんですけど、でもまあそれ趣味はねいろいろありますからね。ただこう弾いたりなんかパフォーマンスした時に何がねやっぱり一番出るかっていうところで、その人の本当に好きなものがね、出ちゃうかもしれないけどね、純粋に音楽で踊るっていうのが ね最近なんか難しい人種みたいなのが結構出てきて、私たちロンドンでライブとかやってきたんで。あ、そうなの、いきなりすごい話題になってる本当にロンドンでやってきたんだって、なんかそんな大きいことじゃないんですけど、デビュー前の話なんですか。デビュー前なんですよ。その時にはね結構それは何のどういうきっかけですか。何、あ、うちのレコードがですね、向こうのレベルから出たんですね。あ、そうなんだ。それで、録音しに行ったんですよ、レコーディングに。そう、それでライブもやってきたんですよ。それで、その時にねすごいみんな自然だったんですね、ノリとかが。でもシャツ脱いじゃって踊らせてくれよみたいな、なんかそういうのってすごい自然だなと思って、すごいそういうのがこう実現、日本でももっともっとね、こう実現したらいいなと思ってるんですけど。最近でもうちらのライブの状況ってそれに近くなってるよね。年齢層が広いしね、うちのメンバーなんかセッションやってると40分間ぐらい、あの リリースやセルフとか、グラハムセントラルステーションのすごいテンポ140ぐらいのずっとチョッパーとかの曲とかやってて、もう途中でめまいがして、私ちょっと先に帰らせてもらいますそのことなんで、この人たちは怖いですね。パワーありそうですよ。そう、どんちゃさん、あ、でも体弱いんですサザー